窒の匂いの場合はどうでしょう。さっきのお話のように、あそこに手を持って行っちゃいけないよ。皆さんこんにちは。痛みの専門家、富永ペインクリニック院長、富永清です。このチャンネルがいいなと思ったら、いいね、コメント、シェア、チャンネル登録、どうぞよろしくお願いします。励みになります。日本人の女の人たち、男の人たち、どのくらい女性のデリケートゾーンについて、匂いについて気にしているかの報告から。これはですね、私のクリニックで調べまして、第23回日本抗加齢医学会総会、2023年東京で開発されました。セックスを学ぶことなく大人になった日本人中高年のデジタル予防医学からです。13,907人の中高年の性事情オンラインアンケート調査から。パートナー、男性から見たら、あ、これね、異性愛者を対象にしていますので、男性の場合はパートナーの膣の匂いが、そして女性の場合は自分自身の膣の匂いが気になりますかという質問を投げかけたところ、男の人はですね、ちょっと気になるって言ったのが4割、 39% の人、そして女の人に至っては 62% の人が自分自身のデリケートゾーン、膣の匂いが気になるわとお答えになりました。そうですね、やっぱり体臭の中でも独特です。なぜならば、一般的に体の匂いが気になるわって言ったら、よく脇とかね、根元の首筋だったりとか、でこの体臭が気になってくると、脇ならお風呂でよく洗うとか、デオララントスプレーを、そして、ね、脇汗パッドを当ててみるとか、香水、場合によったら脱毛によってその匂いの対策を取っていらっしゃる方多いですよね。ところが一方、膣の匂いの場合はどうでしょう。さっきのお話のように、あそこに手を持って行っちゃいけないよって、家庭で教育されている方、もしくはなんかあそこってゴシゴシ本当洗っちゃっていいの、どのくらいの強さでどうやって洗ったらいいの分かんないし、なんかデリケートゾーンとか言うし、とかいうことで、心理的なハードルによって体の匂いは気になるんだけど、なんか手を出せない、心理的なハードルがあります。そして2つ目はですね、これは女性の場合、生理があったり、また下着が蒸れる。で、膣分泌っていうのはあって当然の部位なので、膣の分泌液が出てくるということはいつも湿っている状態だということもせますね。またセックスした場合に精液がついたりします。ということは物理的にも匂いができやすいハードルがあるということですね。で、そして3つ目、洗っても、たとえ綺麗に自分が洗っていても、それでも解決しない匂いの問題があります。これは膣の細菌層の年齢、加齢、女性ホルモンの変化による匂いの根本的な変化ですね。なので3つ目は女性ホルモンのハードルです。ここの理解が進んでいくと、反対に自分はどこをどうすれば根本的な匂いの対策になるか、デリケートゾーンのケア、フェムケアになるかということが分かってきます。まず1番目の心理的なハードルについてです。女性性器の正しい洗い方の前に、すでに心理的ハードルがあるんですね、女の人の場合。でもね、ここでね、ちょっと考えていただきたいんですよ。私も50年以上自分の体使ってますよ。でもね、自分の体の中で見たことも触れたこともない部分がありますかってことなんですよ。なんかおかしくないですか。だってセックスとか他の人の体の局所とかに触れたり触ったりすることもあるのに、自分の体の中で見たことも触れたこともない部分がある、そんなところに手を持って行ってはいけませんとかね、そういう教育があったとして、こういう部位ができてしまったと、デリケートゾーンにね、とちょっとね、今日ね、想像していただきたいんですよ。50年間しっかり洗ってない頭皮ってどう思います？臭いと思いませんか？脇をちゃんと洗ってすすいでない50年そのままの脇があるとしたらどうです？なんか嫌な匂いしてきません？ね、これを想像すると、自分の体の中でしっかり清潔に保ててない部位が、しかもおしっことうんちの周りにある、ちょっとイメージするとちょっと心理的にも
これはいよいよやらなくちゃいけないんじゃないか、加齢臭出てきたよとかって、そんなこと分かります。でね、今日ね、手術室で出会った私が出会った患者様の美人な患者様についてお話もしましょうね。私は愛媛県で富永ペインクリニックっていう、痛みの専門の診療所を開設している医師です。でペインクリニックで麻酔科医です。麻酔科医なんですけれども、痛みのプロフェッショナルなんで、性交痛外来っていうね、このセックスに特化した外来を開設しています。臨床麻酔実績もありまして、2万人臨床麻酔実績があります。婦人科の手術もたくさんしてるんですね。全身麻酔でするんです。膣から子宮の中の手術をするんです。その時に手術前に産婦人科医がポジションを取って、その遠因部、女性の外因部を消毒するんですね。じゃないと手術の時感染しちゃいけません。でその時にですね、彼女の大陰唇と小陰唇のその溝のところに恥垢が非常に溜まっていました。経膣の手術をする時に恥垢まみれだったんです。どう思われます？きっと自分のあそこに、そんなところに手を持って行ってははしたないですよと教育されていたんじゃないかなと私は思いました。きっとここまで白いね、恥垢が溜まっているということは、かゆみがあったんじゃないかなとか、イジイジしてたんじゃないかなとか、そんな風にも感じられるちょっと悲しいエピソードです。でね、だってね、なんかあそこが匂ってイジイジ軽い、かゆい、そらそうだよ。だってね、毎日おしっこしていますもん、うんちもしますもん。一日ね、だいたい成人だと 4、5 回おしっこするのが平均ですよ。しかもそこの部位を覆うように小陰唇が覆ってるんでしょ。隙間たくさんなんでしょ。これどうします？見たことも触れたことも、しかも綺麗に洗ってない、どんだけ細菌の餌をそこに置いてくるんだっていう話になりますね。でね、もう心理的ハードルを徹底的に今日は下げたいのね。だってね、考えて、自分の体の清潔さを自分が保たずに誰が保ってくれるんですか？いいんですよ、パートナーが毎日洗ってくれる、お風呂に入ってね、綺麗にしてくれるっていう人はまあいいですよ。バーヤがいる人もいいでしょう。でもね、多くの人は自分で体綺麗にするんじゃないですか、洗うんじゃないですか。しかもですよ、自分の清潔さを自分が保ってなくって、パートナーにですよ、お前のあそこは臭いなって思われてる、不潔だなとか思われてる方が嫌じゃないですか、ね。で、女の人が異性愛者の場合、男の人のあのフェラチオします、だって臭いの嫌なのと一緒で、男の人もクニリングスするとき、ちょっと嫌ですよ、臭かったりとか、うって思ったら。ってことは、自分でできる清潔さを保てるのはやっぱり自分じゃないかっていうことで、心理的ハードルでかつてそうやって教育されたかもしれないけれど、よく考えてみたら、自分自身をきれいに保って匂わないっていうことは、本当に社会で生きていく上ですごく大事なことだと思います。で、ここからがまた男性の性器と女の人の性器の決定的な違いです。いやいや先生、ちゃんと私はしっかり洗っている、でも臭い、まあ、こういう人も出てきます。なぜならば、洗っただけでは解決しない女性性器の匂いの元の原因があるからです。女の人で考えなければいけないのは、自分がたとえ清潔にしていたとしても、女性ホルモンが減少してきて、デーデルライン換菌と呼ばれる膣の正常度を守る善玉菌が減少してくる現象を知らなければいけません。ちゃんと洗っているのに何か臭い問題、いいですか？もう私もですね、経験しましたよ。なんかね、一日終わって脱いだズボンが臭い、パンツが臭い、いや、ちゃんと昨日もお風呂入ってるし、おしっこ入った時にちゃんと拭いてる、でもなんか前とは違う、なんか臭いっていうね、経験が更年期の入り口の頃にありました。今は解決してるんですけれども、それは女性ホルモン補充療法とかしっかりしているし、デリケートゾーンケアのフェムケアを始めたから。でも最初の時は自分が何が起こってるのかわからなかった。とりあえず脱いだお風呂に入る前のズボンが臭いと。何が起こっていたかというと、更年期に入って、だいたい更年期、日本人の平均は45歳から55歳です。更年期の入り口からですね、女性ホルモンのエストロゲンと呼ばれる女性ホルモンが激減していきます。それは卵巣が機能停止してしまうからです。
その結果エストロゲンが減ると何が起こるかというと、膣粘膜の上皮にエストロゲンはグリコーゲンを作る働きがあるんですね。しかし更年期で女性ホルモンのエストロゲンが激減するとグリコーゲンを作れなくなってくる、膣粘膜のところで。そうすると膣のpHを酸性に保って他のばい菌の侵入を防いでくれていた膣の乳酸菌デーデルライン杆菌の餌がグリコーゲンなので、それが減ってしまう。そうです。ってことは善玉菌が減っていく。その結果膣のpHがしっかり酸性にいて他のばい菌の侵入を防いでくれていたものが、まあ、酸性のね乳酸菌が減ってきちゃうわけですから、pHが上がってくる、中性に近づくと他のばい菌も住み心地がいい、入っていけるぜっていうことで皮膚の常在細菌の侵入増殖を許してしまう。その結果洗っても洗っても膣が臭い問題の負のループができてしまうということになります。いいですか。そしてですね、私の性交痛外来なんか匂いをね訴えてこられる人もいらっしゃいます。その時にとても若い時から私は綺麗にしている、しかし臭いんです先生という人がいます。よく聞いてみると、ね、トイレに行ってウォッシャブルが出てくるじゃないですか、ピューって。あれでおしっことかするたびに膣の中まで強で洗浄してた。要するに善玉菌を自分のねウォシュレットでね洗い流してた。しかも臭い、なんか匂う、善玉菌が物理的に減ってきたから匂うということで、一生懸命ボディーソープを使って膣の中もきれいに指で洗っていた。ということはもう壊滅的ですよね、善玉菌の細菌層が。ということで洗っても洗ってもかえって膣が臭いということを自分で作っていたということなんですね。なのでそこの解決策としてどういう提示をしたかという話をしていきましょう。洗ってます、ちゃんとしっかり洗っているのにデリケートゾーンの匂いが気になるんです。もうこういう場合はですね、バイオフェムテックでデリケートゾーンの悩みを解決していこうじゃないかって話になるんですね。でなると一つはですね、エストロゲンの減少が要因でしたよね。なぜかというと、もうエストロゲンの減少で善玉菌が減るんだから、エストロゲンの主要活性物質エストラジオールを補給すればいいんですよということで、薬機法の極量まで配合しているドクターエストラのゴールドラベル勧めました。エストラジオール、医療用のエストラジオールと一緒のが入ってます。ドクターエストラさんです。もうネット通販で買えますので、よろしければこちらの方を皮膚の方、さっきのね扁平上皮、あそこのところに塗っていただければいいと思います。ゴールドラベルでエストロゲンの主要活性物質エストラジオールを補給する、これが答えの一つです。そしてもう一つは、膣の善玉菌ががっつり減ってしまっているんだから、エストロゲン補給して餌も入れた、でも膣乳酸菌を補給すればいいんじゃないかということなんですね。なので乳酸菌で膣フローラ、フローラっていうのは細菌層のことです。細菌の塊、その人の体質によって決まっている組成ですね、細菌のね。乳酸菌で膣フローラを整えようじゃないかということで、ラクトバチルスの含まれている乳酸菌、そして皮と脂肪細胞純化培養液エキス、これは保湿ですね、こういうのが入っているエストラジェルでもう乳酸菌の補給しちゃおうじゃないかと。これでですね、塗っていただいて、小陰唇大陰唇デリケートゾーンのマッサージをしてもらうわけなんです。だってこれ乳酸菌が入ってるわけですからね。こういうふうなダブルの効果でフェムケアをしていただくと、そういうことでケアをしていただくとですね、だいたい2ヶ月 8週間でですね、匂いの方も半減するっていうデータを学会の方でも発表させていただきました。今日ね、ご視聴いただいている皆様の中には自分の性器をそんなに見たことがないという人もいらっしゃるかもしれないから、体育座り、小学校の時の体育座りのような感じで手鏡で外陰部を見てみるということも、まあ、洗う前のワンステップとして入れてみてもいいですね。でも見るのはちょっと怖いし嫌だなと思われる人はですね、やっぱり自分の手で指でこの感覚をしっかり整いながら触りながらこう
洗浄していくっていうことが大事です。いいですか。中指でここを膣前提を洗いなさいと言いましたが、指をズボッと入れて石鹸でこんなことをしてはいけませんよ。いいですか。そうすると体の中の善玉菌、膣の善玉菌を死滅させることにつながります。いいですか。とてもシンプルなことなんですけれどもね。この動画の概要欄にジョイが教える特別なテクニック動画、すっごいびしょ濡れ極上のネバッグを公開しています。ぜひ下の概要欄から無料動画を受け取ってくださいね。スマホの方は動画タイトルをクリックいただけると URL が表示されます。次に概要欄中ほどにある青い URL をクリックして無料動画極上のネバッグ受け取ってくださいね。今回の動画が少しでも役に立ったらと思ったら、いいねボタン、チャンネル登録どうぞよろしくお願いします。概要欄に特別動画極上のネバッグへのリンクを貼っておきました。ぜひ概要欄のリンクを確認してくださいね。こちらはサポートの関係で予告なく募集を終了する可能性があります。少しでもご興味があるならぜひ見逃さないでくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。